吉田さん、まあお金も大事だし、お金を差し置いて大事なものもあるでしょうけども、でもどれも大事ですよね、やっぱりね。あの家族ってなんかね、お父さんお母さん子供が2人みたいなモデルありますけども、どれが一番大事ですかって決めにくいじゃないですか。それこそ一番大事じゃない人誰ですかって、それ選べないですよね。そんな感じでお金もお金以外のものも順列がつけられないぐらい大切なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、その中でお金ってもの一つを取り出して今日名言を送るとしたらですね、日本の作家でね、あんまり知られてないんですけど、村上龍さんって方がいるんですよ。村上龍さんね。で、この方はこういうふうに言ってるんですよ。お金で幸せを買うことはできないんだけども、不幸を避けることはできるんじゃないかなということなんですよね。ピンチの時にお金があればなんとかなるってことは皆さんもよく経験したことだと思うんですよ。こんな時にお金があれば、月末ピンチ、あと3000円あったら5000円あったら、お金がさっと入ると、ああ助かったみたいなね、そんなことで結構あると思うんですよ。だから幸せを求めに行くわけではないと、不幸を避けるために仕方なくお金を使ってるんだっていう考え方でも十分成り立つと思うんですよね。だからこういう発想を持っていた方がいいなと思うところなんですよ。お金で幸せになれるんですかって聞いた時に、うん、それはちょっと分かんないけどね、僕も幸せではあるけれども、それがお金のためかなって思うとよく分かんない。もしかしたら奥さんのためかもしれないし、子供のおかげで幸せを感じてるのかもしれないし、こうやって自分に質問してくれるあなたがいるから幸せを感じてるのかもしれない。でもお金が1から10までお金の力で私は幸せを感じてるわけではなくて、お金じゃないものも使って幸せを感じてる。だからお金があれば幸せかっていうとちょっとそれは分かんない。でもお金の力で不幸を避けてきたことは事実だよと。お金がなければお腹空いたと思っても食べたいものが食べれないから不幸が続くでしょ。お金がなければ自分の身内がお金に困ってる時に、なんかね、怪我をして入院しました、入院代が200万です、どうぞこれ使ってってできないじゃないですか。最近もあったんですけどね、あの危篤の状態にある自分のお父さんがいて、まあ、病院に駆けつけたところ、延命措置をすることはできますよっていうふうに言われたらしいんですよ。延命措置をすることもできるし、このまんま自然に任して近日中に本当にご臨終を迎えることもできると。ただし延命措置にはお金かかりますよ、いくらいくらですよ、入院費はいくらですよ、生活はいくらですよっていうふうに提示された時に、お金がないから選択肢があるようでなかったみたいですね。無理やり納得させて、お金がないから自分の親の命ですら最短にしてしまったというね、熟知たるものが残ったらしいんですけども、こういった不幸も避けることができますよね。だから様々な場面で私たちはお金によって救われて、お金にありがとうなんですよ。金さえなければなとかね、金なんてものが世の中にあるから悪いんだって思う人、きっとお金に恨みを持ってるんじゃないですか。恨みを持ってる間から愛されることってのはなかなか難しくって、それこそ相思相愛ってのはできないでしょうね。だからお金さんありがとう、お金大好きだよって、また戻ってきてねって、なるべく長くうちにいてね、お金大事にするからね、そういうふうな形で、もしお金を手放して何か商品を買うとしたら、商品を売ってくださった人、お金を払った先が本当にお金さんにとっていい場所であるってことがわからないとね、詐欺師の家のところにお金をね送り出したくないでしょ。自分の我が子がなんかの事情でどっか別の家に泊まりに行くことになりました。その時に詐欺師の家に泊まりに行かせるのか、もう自分の信頼している友人のような家族のような人のところに泊まりに行かせるのかって言った時に、やっぱり信頼できる人のところに行かせて、詐欺師のところには行かせないと思うんですよ。お金も同じで、払うときに詐欺師みたいなね、いい加減な人のところにやっぱり嫁入りさせないようにした方がいいですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、村上龍さんはね、その上手なこと言いましたよね。この発想の転換が多くのお金がない人には必要なんですよ。お金で幸せになれるかどうか分かんないけども、お金で不幸を避けることはできるよねってことですよね。もう一つの例を申し上げますと、同じ広島でね、あのビジネスで年収1億円を12年間以上続けてる方がいらっしゃって、今ドバイに住んでるんですけども、まあその方がね、やっぱこういろんな時にお金の話するんですけども、同じような質問を受けたわけですよ。お金が全てじゃないと思いますと。お金じゃないと思いますよっていうふうに言われた時に、確かに私もそう思う。じゃあお金じゃなくて大事なものって何か、未だに答えが出てないから、それを探すためにもお金がいるの。例えば今
会場に来てくれて質問くれたよねあなたはって、でもこの会場代私が払ってます、私も自分の稼ぎのチャンスを据え置いてここに来てますと、あなたにこうやってあなたに費用の負担をかけることなくね私が会えるのも私がお金を払ってるからですよ、お金って本当ありがたいよねって、私にお金がなかったらきっとあなたも興味を持ってくれなかったと思うし、私にお金がなかったらこういう場を作る時でも入場料をねお願いしなくちゃいけなかったし、なんなら私の講義代金もらわないと私の人件費出ないよってパート休んできたのにって話になっちゃうじゃないですか。だからお金ってものすごく自分たちの気づかないところで私たちの役に立ってくれてるんですよ、お金って自分の子供のように親のように思った方がいいんじゃないのって言ってましたね、うん、なるほどね、いってらっしゃい。